さっき山本周五郎おい牧野起きないか勘弁してくれ本当にもうダメだしようがないな起こしあぐねて平馬は振り返ったちょっと手を貸してくれ小房どうしても動きそうもないぞこれは兄上様がお悪いのですわ小房は優しく 兄を睨んだ。いくらお止めしても聞かずに面白がってお飲ませなさるのですものこんなにお酔わせしてしまってきっとお苦しいわ俺もこんなに酔わせるつもりはなかったさ平馬は妹の非難をそらすように酔い倒れている牧野辰之助を抱き起こしながら低い声でいって なんだか今夜は妙に牧野か何か話し出しそうな気がしたものだから酔わせれば楽に言えるだろうと思ってついどう過ごしてしまったんだ何かご相談事でも終わりでしたの相談というわけではないがなんだかそんな風に思えたんでつまりヘーマーは妙に口ごもってしまった小サはそれで としながら慌てて真意を広げ辰之助の肩へと着せかけた「明かりは持ってってあるな。はい。では運んでってやろう」着替えをさせた辰之助の体を平馬は担ぐようにして次の前へ運び込んだはしたの兼ねともに首席の後片づけをしてから酔いざめの水を持って小房が へ入ってゆくと暗くしてある有明あんどんの光のもとで辰之助がふっとヤングの中から笑顔を見せたすっかりご迷惑をかけてしまいましたいいえかえってわたくしどもこそ兄の悪いくせでとんだご迷惑をおかけいたしましたお苦しゅうございましょう何 本当はまだ酔ってはいないのです。辰之助は笑って見せながら、ああしないと平マはいつまでも飲ませますからね。酔った真似をしただけですよ。しかし拙者も平馬のおかげでだんだんと強くなりました。お水を召し上がるとお楽になりますわ。ありがとう。何、酔ってはいないんですから。 そう言いながら辰之助の目は微笑したまま自然と閉じてしまった日頃から兄の面倒を見ている小房には顔色と息の匂いで辰之助の悪酔いをしていることはすぐに分かった何でもない風を装っているがおそらくどうしようもないほど苦しいに違いない小房はそっと立ち上がると 耳だらいに髪を敷いたのを持ってきて枕元へ置いた辰之助はらい寝息を立てて眠っている小房は脱ぎ捨てた辰之助の衣服を畳みながらしばらく寝息をうかがっていたがどうやらそのまま眠るらしい様子なので火の具合を直してから静かに部屋を出た もうすでに大きないびきを立てながら眠っている兄の様子を見て自分の寝まえ引き取ってからもっさはなかなか寝つかれなかった何か話したい様子だったそういった兄の言葉が頭の中で生き物のように踊っている幼い時から兄と同じように慣れ親しんできた 辰之助との数々の思い出がいつか渦の中に集まる木の葉のように小房の胸の中で一つの感情を中心にくるくると回り始めていたのであるそれが今しがた兄の口から辰之助が何か話したい様子だったと聞かされた時自分でも思いがけなかったほど鮮やかな生々しさで 意識ののの表面へ浮かび上がっっってててきたただだ様も待いはっきりそれが分かったことのうれしさとすでに辰之助が自分に申し込みをする時期が来ているのだという自覚とが今の小房にはまるで想像もしなかったことが厳然したような感動であった。 牧野辰之助は藩の老親の子である父の与吉右衛門は870国の年寄り役で寛永武士型の一徹な性格だったが家中の人望は厚く若い頃から藩政の重要な位置にあって活躍し現在では福田の心情に上代として赴任している。 辰之助はその一人息子で母は十年前に死し父が福田へ赴任し去ってからはこの鶴岡城下の家にわずかな召使いと住んでいたこのごろ目に見えて兄弟を訪ねることが多いのも父の留守で家が寂しいという理由もあったであろうが小房がそれをある無言の評白と受け取ったのも 「また自然のことに違いない」「小房は眠れぬままに同じことを幾度となく繰り返し考えていた」「九つの鐘が聞こえてきた」「もう眠らなければと思い直して川屋へ立った小房が手を洗おうとして小窓を開けふと目を上げた時」 庭前にある柿の古木の上に人のうずくまっている姿を見つけてはっと息を引いた「俗だ!」そう直角したのであるその柿の木は50年の古木で地上9尺のところから二股に分かれ一枝は屋根の上まで伸びている怪しい人影はその大枝の上にぴっ ぴったり身を伏せ、しかも少しずつ屋根の方へはいよってゆくようであった引き窓から忍びいるつもりなのだ小房はそっと引き返したそして手早く帯を締め直すと投げしにかけてあった薙刀を取り下ろし鞘を払って静かに庭へ出て行った底に忍び込まれることは 武家にとって恥辱とされている兄を呼び起こすまでもなく人をどしに追い払うつもりなのだ足音を忍ばせて柿の木の下へ怪しい人影はまだ枝の上にうずくまっていたこっさは静かにその大枝の下へ近寄るとなぎなたを中断に構えながらくせ者 と鋭くしんみょうにせぬときり捨てるぞあ待まったさっとひとなぎおどしのからうちをくれたきじょうのひとはあっとさけびながらまったせっしゃです国房どのあぶないあといってとびのぐ国房のまえへ。 ゼルすゼると降りてきたのはまさに辰之助であったまあどういたしましょう私、少しも存じませんでどうぞお許しくださいませいや拙者の方こそ驚かせて失礼しましたでも今自分、どう遊ばしましたのこれなんです辰之助は苦笑しながら 片手に持っていた熟紙を差し出した懐にもあるらしいさっきは酔わないと申し上げたが実はどうもひどく悪酔いをしていた様子でさますには熟紙がいいと言われていたのを思い出したものですからそっと脱出してきたというわけですまあそれなら一言、そうおっしゃってくださればいや 自分で取りたたかったのずいぶん長いことこの木にも登りませんでしたからそんなに泳いになっているときに危ないではございませんかもし落ちでもなすったらどう遊ばしますハハハタツノスケは低く笑ったいつかそう言って叱られましたねあれは確かまだげ服前のことだまだ身の青い自分に登って取ったら あなたは大層を怒ってまああんなことまだ覚えていらっしゃいまして家では小言送ったことのない方ですからよく覚えていますよ青い実を取るようなものには熟してからもやらぬ確かそう言って怖い目をしたでしょうでも熟してから差し上げましたわ今度だけはか忍してあげる。 きつい目でにらみながらそう言われたのを覚えていますよ。あれ以来、柿を手にするたびにじっと見ているとあなたがどこかで管理にしてあげると言っているような気がしたものです。<laughs> 小房は甘はく笑い声を立てた。恥ずかしゅうございますわ私、ずいぶんおてんばでございましたから。 今夜のなぎなたも当分忘れられないことでしょうもうお許しくださいませ私こっさの声を遮って「誰だ何者だ」と空いている雨戸の隙から平マがわめきたてた「拙者だよ辰之助だ」なんだ牧野か今自分何してるんだ何 きを取っていたんだ。辰之助は小房の方へ振り返った。小房は肩をすくめてそっと笑った。ヒーマはまだ寝ぼけているのか、訳がわからぬという様子で、何やらわめいていた。どうした？気分は治ったか？うーん、どうも <laughs> 顔色が悪いぞ。 来る日城中へ登ってから昼過ぎまで辰之助の顔を見なかった平馬は退出する少し前にようやく休息所で出会った果たして彼は青白い重苦しげな顔をしていた何しろ少し飲みすぎたよ昨夜はバカに調子よくやったからな俺はまた何か話があるので。 元気づけに飲みでもするのかと思ったくらいだうん少し話もあったのだがやはりそうかヘイマは微笑しながらそんならどうだ今夜またちょっとうちへ寄らないか聞くべきことがあるなら俺も早い方がいい夜なら待っているが夜とすぐに酒だからなそれでは酒抜きにしよう ゆうべはせっかく支度をした食事が無駄になったといってこっさのやつしょげていた。今夜は飯だけにしよう。それがあてにならぬから。バカなことを。俺だってそう毎晩やりはしないよ。では待ってるぞ。辰之助はしばらく考えていたが。ではよろう。しかし今日は少し御用が立て込んでいるから体質が遅れるかもしれんぞ。 いいともその代わり飯を食わずに来るんだぞ支度をして待ってるからなそう言って別れたこれでいよいよ話が決まる平マはそう思って心が軽くなった彼はいつ辰之助が妹に求婚するかと長い間待っていたのである 牧家は870国の老身閣だし自分たち長谷川家は300石そこそこの馬回りで家柄にはかなりの差があったけれど父親同士の信仰がそのまま彼らまで持ち越されて幼少の頃からほとんど親族同様の行き来をしてきた平馬は2歳の年長であったが 昔から辰之助に深く傾倒して彼こそ未来の心をたるべき人物だと固く信じていたそしてその信頼はいつかしら辰之助と妹と結びつけて考えるようになったのである平馬は妹を愛していた彼流儀の誇張した言い方をすれば宝玉のように大切な妹である こっさを幸せにするためなら自分はどんなことでもしてみせると口癖のように言っているそういう妹だからこそ彼が辰之助と目合わせようと考えたのは当然だろうその上彼はいつか辰之助の目の中にありありと妹に対する愛情が輝いているのを見たのだよし 平馬は,はそう決めていたのだ「コフさん今夜も客だぞ」「家へ帰るなり平馬は元気な声で言った」「だが酒は抜きだ」「飯だけにするからうんと地層をこしらえてくれ」「どなた様がおいでになりますの?」「牧野だよ」「平馬は袴を放り出しながら」 あいつやはり話があったんだ。飲みすぎてきっかけがなくなったらしいぞ。案外気の弱いところがあるからな。それでは急いでお支度をいたしましょう。客間を少し飾ったらいいだろう。マキノは花が好きだから何かいけるさ。こうも炊いておく方がいいな。それから酒は抜きだがまるでなしというわけにも行くまい。いけません。 こっさは叱るようにさえぎった兄上様はお酒漬きを持つともうおしまいですもの今夜は一滴もなりませんわ牧野様がご迷惑をなさるばかりですからよしいくらでも牧野の悲きをしろどうせ言いかけて平間はブルっと首を振ったまあよいお前に任せるその代わり ごちそうはたくさんいたしますわ。こっさはそいそと立っていったゆうべの今日である辰之助がどんな話を持ってくるか無論彼女にも察しはついていたいよいよ自分の運命が決まるのだこっさは恥ずかしいほど胸が震えるのを感じながら辰之助の好きな くの一輪をかやの中にいけた柱がけのひとよぎりにはあけびのつるをさしたそして香の香りがしっとりと客間の空気にしみわたって辰之助が訪れてきたときには心を込めて薄化粧をしまっていた花がへったろう。まあ座ってくれなんだか まだ酒が残ってるようだ。そんなものは食べれば治る。平間はずかずか自分の席に座った。飯を先にしような。うん。それもいいが、飯が先だ。俺はもう我慢がならぬ。おい小房、どうしろし持ってきてくれ。辰之助もようやく座に着いた。小房は、 化粧した顔を見られるのが恥ずかしく表を伏せたまま全部を運び始めた辰之助の目は小房の美しさを見て明らかに驚きの色を表したがしかしすぐまぶしそうに視線をそらしたどうしたんだバカに今夜は固くなってるじゃないかそんなことはないささあやろう小房の自慢の汁だ そうになります。辰之助が箸を取ろうとした時、菓子の吉次郎が足早にやってきて、申し上げます。牧野様お宅より急ぎのお医者でございます。と知らせた。辰之助は箸を置いて、すぐ参る。ちょっと失礼するぞ。と立っていった。急ぎのお医者と聞いて、平馬と小笹は、 何か不安なものを感じながら待っていた辰之助は間もなく戻ってきたが元の座にはつかずに立ったままでせっかくのごちそうだが拙者は頂戴している暇がなくなったこれで失礼させてもらうどうしたんだ何事が起こったんだ服だから早馬の急死だ父が危篤だというえ何与吉右衛門殿が もう間に合わぬかもしれぬという使者の工場だ。コッサドのせっかくのお手料理をいただかずに参るのは残念ですが、お許しください。いいえ、それより一時も早く。そうだ、飯などはいつでも食える。急いで行くがいい。しかし夜道だから十分気をつけてくれ。ありがとう。では、いずれまた。 玄関まで見送って元の部屋へ帰った兄弟は見事に配られた食前を前にして言いようのない寂しさに襲われた「飛んだことができた」「平マは安全と手を膝へ置いた」「間に合えばよいが本当に福田まで馬でどのくらいかかりますの乗り継ぎにやっても明日の朝になるだろう」 小さは胸の中でそっと「どうぞ途中小無事であるように」と祈ったそれから三日目に辰之助からの頼りがあった与吉右衛もは死んだついに臨終には間に合わなかったが安らかな往生であったそうだということまた後始末と 父の公認がつくまで当地にとどまるが月の終わりには帰れるはずだと書いてあったさぞお力をおとしでございましょうね小さは涙を抑えきれなかった槙野は親思いだからな9病だったのだろうが看病もせずに死なれてはさぞ心残りなことだろう思いやられる お悔やみの手紙を差し上げましたらうん書こうお前も書け兄弟は心を込めた哀悼の言葉を送ったその返事はなかった与吉右衛門の後任は月を越すまで決まらなかったそして一応上代火薬の原六郎右衛門が 当分の間代理を務めることに決定してようやく辰之助は鶴岡へ帰ってきた帰るとすぐ葬儀が行われた主君からも調子が立ったほどの正義で半月ほどはゆっくり話をする機会もなかったがやがて皆ぬかの肝も明け出資も元の通りになったのにどうしてか辰之助は 長谷川家へ訪ねてくる様子がなかったっさはおりおり心配そうに「牧野様はどうなすったのでしょうまだお取り込みなのでしょうかお帰りになってからまだ一度もお見えになりませんのね何そのうちやってくるだろう平馬は勤めて何気なさそうに言った城中ではあっているが元気でやっている。 近いうちに地層のし直しをして招くとしよう。それがよろしゅうございますわ。もうカりが出始めましたから、お好きな串焼きをどっさりご馳走いたしましょう。そうだ、明日にでもそう言っておこう。けれど、実は、ヘイマは、常中でも耐えて、辰之助に会う機会がなかったのである。しかも、この間に、 一切ならず不愉快な噂が耳についていった牧野は妙な女を家に入れているそうだという思いもかけぬ風評が今日は少し話があってきたようこそ葬儀の折にはまたいろいろな面倒をかけてすまなかったあさあこれ辰之助は火を置き換えながら平馬を 上さえ生じた毎日訪ねようと思いながら父の後始末で何かとご用が多くつい礼にも参らずにいたがそんな他人行儀はよそうマ馬は一本調子に言い出した今日は腹を割って話に来たのだから気候もそのつもりで服装のない返事を聞かせてくれいいなそこで 単刀直入だ。気候もご尊婦の逝去でいよいよ家督をすることになるだろうがそれについて妹の小房を嫁にもらってはくれないだろうかそれはエえー、ま辰之助はあぜんと目を見張ったあぜんとまさにそれはあぜんとしたと形容するよりほかに言いようのない表情だった イマは逆に驚いた「槙野貴公まさか」いや待ってくれそれはそれは全く思いがけない話だ「小房殿を妻に」「思いがけないってイマは声の震えるのを抑えきれなかった思いがけないとはこっちでいうことだ気候は小房をいや待て マキの俺はそうだとばかり思っていたぞ俺は貴公がそれは困るそう思われていようとは少しも知らなかったなるほど貴公たちと拙者とは幼ななじみでことにこの数年来は身内のように親しくしてきたしかし拙者としてはもとよりそんな気持ちはなかったのだではではマキの 平馬は思わず膝をすすめた。いつづやおりって話があると言ったのはなんだ？あの時の話というのはなんだ？いや、あれは別だ。別でもいい。改めて聞こうではないか。それとも今となっては話せないことか。話そう。辰之助はしばらく黙っていたが、やがて静かに表を上げて言った 実は前から困ったことができて気候の助けを借りようと思っていたのだ小房殿のことを言われたので何とも話しにくくなったがそれとは別に聞いてもらう心得た気候は呆れるだろう恥をしのんで言うが拙者には女がある牧野若気の過ちだった ししたのかもしれないふとした弾みに足を踏み外したのか取り返しのつかぬことになった子供ができたのか今年で3歳になるしかも男子だ辰之助は青ざめた額を垂れたままこの出来のうちならなんとか始末のしようもあったろうがもう取り返しはつかない父はあの通りの性質だし もしこれが世表にでも登ったらどうなるかとこの三年というものを白氷を踏む心持ちで暮らしてきた話というのはこのことだ気候に打ち明けた上何とか父に了解を求めてもらおうと思って幾度も口まで出かかったまま言いそびれていたのだ相手の女は何者だ以前家で飯使っていた娘だ 名使いなどに、マキノ、キコがヘイマは、震えてくる拳をなでながら。見損なったぞ、マキノと声を励ましていった。俺はキコ未来の国老だと思っていた。庄内藩に第一の人物だと思っていた。俺ばかりじゃない、コッサだって。そう信じていた。暇だから言うが、俺たちは、 俺もさも、いつか気候が休婚してくれるものと思って待っていたんだ。ひな何も言うなもうそう思ったのは俺たち兄弟の目が狂っていたんだろうバカな夢を見ていたのだ。しかししかしなあマキノ人間は口に出してそれと言わなくとも心で目の色で人を殺すことがあるんだそう許してくれ拙者は知らなかった。 そうだ、そう言ってしまえば貴公はそれで済むしかしそれで済まぬ者がいることを忘れないでくれ長谷川邪魔をした平馬は声を震わせながら立ったなんという意外な結果であろう妙な女を引き入れているという世評は事実だったしかもその女との卑しい成人の間に 彼は天然としてきょうだいの行為を盗んでいたのだあの目があの目が妹を見るときの辰之助の目があの目の中に輝いていたものが愛情ではなかったというのか見損なった平馬は思わず呻吟した家に帰ってからも 妹の前を逃げるようにして今へ引きこもった今夜牧野を訪ねるということは言ってあったこっさが様子を知りたがっていることは痛いほどよくわかるだが言えるか言えるかこれが平馬は笑いたくさえ思った辰之助を一筋に信じてきた自分の愚直さを道家のような鈍さを ありたけの声で笑い飛ばしたかったこっさは何も聞かなかった話さぬことは聞かぬといういつもの態度ではない鋭敏な乙女の感覚は兄の表情から事の始末を察したのである無論理由はわからないしかし待っていたことがあだになったというだけは確かだ平馬はすっかり無口になった 酒も飲まなくなくった。「小房の方がかえって見かねたように」「今夜はお酒を召し上がりませんおいしそうなつぐみが買ってあるのですけれどなんだか沈んでいらして寂しいわ」「なるべく明るい調子で言っても酒はよそう」と答えはいつも同じだ こんなな状態を続けけてていてはいけない。は事情をよく話して妹にははっきり諦めをつけさせなければと平馬は何度も思うのだがふとすると庭に佇んでまだ実の落ち残っている柿の木の小をしょんぼり見上げていたりする小房の姿を見るととてもそんな残酷な話を切り出す勇気は持てなかった。 下月に入ったある日、平馬は城中の遠侍で金寿番の者が四五人して辰之助の噂をしているのを聞いたそいつは思い切った左遷だな大鳥岳の金山役所とは牧野も気がつく前あれだけ藩の人望を背負っていたのがつまらぬことになったものさ結局慎むべきは女だよ 正式に願いも出さなかった女に子を産ませ今になって妻子の届け出をするなんて下手なことしたものだ聞けば名室会だということではないかくだらぬうまく始末をすれば何でもなかったのに妻子案外に馬鹿正直だぞ平馬はさすがに驚いた辰之助が大鳥岳へ左遷される大鳥岳とは 右前と越後との国境にある銀山で庄内藩が幕府から預かっているものだがその役所詰めになるものは老朽化無能者と相場が決まっていた何しろ岡島国郎が真っ先にそう主張したというのだからもう牧野の一書もこれでけりがついたも同様だおかげで代わりにのし上がるものができるだろう うんふんはわからぬものだそこまで聞くともうあとは耳を覆いたい気持ちで平馬は立った国家廊の岡島大学は牧野家の登園にあたり誰よりも熱く辰之助の引き立て役になっていたのであるその大学が先に立って左遷を主張したとすれば辰之助の将来は全っない。 く葬られたたも同じことだったしかし自ら招いたことだ平馬はそれ以上何も考えまいとした小夫さんにとってもその方がいいそう思ったそれから四五日たって辰之助が大鳥居岳へ出発したということを聞いた日の夕景である。 ヘイマが下場してくると小房が待ちかねていたようにお客来でございますと囁くように言った客だと誰だ女の方ですわ兄上様にお会いしてから申し上げると言ってお名前も用事もおっしゃいませんの誰だろうなヘイマは不審に思いながら出資姿のまま客前へ入っていた 日に背いて一人の女が焦然と座っている年は2 2歳であろうか武家風には装っているがどこかそぐわぬところのある体つきだしちらと平馬の方を見上げた目はおびえたもののように震えていた拙者が長谷川平馬ですお待たせしましたお留守に上がりまして 何かご用ですかはいぜひ申し上げなければならぬことがございまして女は健康そうな丸い膝の上に肉付きのいい指をきちんと重ねながら言った伺いましょうどんなことです牧野様の若旦那様のことにつきまして牧野がどうかしたのですか 私、少しも存じませんでした。そう言って、急に女は目を押さえた。おえつが突き上げてきたのだ。私、琴と申します。若旦那様は私を妻だとおっしゃっているそうでございます。私の産んだ子をご自分のお子だと、お上へお届けになったそうでございます。うそなのです。 みんな嘘でございます。ヘーマは色を変えた。嘘とはどういうわけです。何が嘘なんですか。私は亡くなった王旦那様のそばめでございました。うんだこは王旦那様のおたねでございます。何な何それは何よりの証拠は。 これをご覧くださいまし。「女はそう言って懐中から一通の書面を取り出した。平馬が奪い取るようにしてみると上書きは辰之助にあててあり裏には父と一字だけ印してあった。封が切ってあるままに取り出して読むと「鑑賞」「師の見立てにて」。 もはや長くは存命おぼつかなしとのことゆえ、取り急ぎ一筆申しつかわしろう。そのもとの母死してより既に十年余日、その間再三にわたって交付を進むるもの、これありそうらえと、父は亡き妻のことを忘れがたく。 その元の聖人をのみ希望に固く拙僧を守り続け騒老。去りながら、人の身ほど過ちやすきはなく、五年以前、福田城代として赴任し来たりしより、行くばくもなく、ふとした心の緩みより、召使いのことに手をつけ申し騒老。この不始末。 若年のそのもとに申し聞け候は勘案とも残機とも申すべきようこれなくただただ愚かしき父をご貧札のほど願い入り候。さて臨終に申しつかわすはとの心象に候。近年健康を優れざりし父は心を込めたることの世話にて いかばかりかばり老年の心慰み将来しそ、親子の柿を取り除きて、哀れなる友として父の心情をおくみ取りくださるべくは、何とぞ我が亡き後、との心象立ち行くようお計らい、これありたく、世に知られて亀への恥辱と相なることなきよう。 そのもとのご一存に任せうろうままくれぐれもよろしくお願い申し上げうろう。くどくはうらえども幼子松次郎はそのもとにとっても血筋なり母子とも不憫の者にうらえば返す返す心象のこと多用入りうろう。平馬は 漠然と息をのんだ私は赤旦那様の仰せのままにただ松次郎様をお育て申し上げるためお屋敷へお供をしたのでございますことはむせび上げながら言ったただそれだけでございますそして今日までは何も知らずいずれ若旦那様は こちらのお嬢様と保守源遊ばすものととじておおりました。お嬢様とのことは亡くなった大旦那様から常々伺っておりましたからそれが今日になって若旦那様が私どもをご自分の妻とこのようにお届け遊ばしそのために遠い金山とやらへいらっしゃると聞きまして。 取るものもとりあえずこちらへあがったのでございますよくきてくれました兵馬は衣装をまきおさめながらこんな事情があろうとは知らぬものだから拙者も牧野に無礼なことを言ったのですみそこなったなどと拙者こそまるで盲目同様でしたそれで若旦那様の。 海の上はこれからご家老を訪ねてみます事情が分かれば何とか方法は立つでしょうこっさはい馬の支度をさせてくれ陛馬は立ってあなたは人目につかぬよう屋敷へ帰っていてください槙野のことは拙者が引き受けましたどうか単言なさらないで承知いたしました陛馬は 衣装を懐中にすると、走るように玄関へ出て行った。馬の支度はできていた。鞭を取って飛び乗ると、こっさ、よかったなと低く言った。俺は岡島国労を訪ねる。次第によっては、牧野の,の後を追うことになるだろう。家のことは頼むぞ。はい。 ヘイマはもう馬を飼っていた遺書を読み終わった岡島大学はそのまま黙ってしばらく宙をにらんでいた銀色のビン髪がかすかに震えている引き結んだ唇にもしわをた,たんだ赤ら顔にも日よけの上に差し伸ばした拳の動きにも 老人の心を大きく打った感動の色が歴然と刻まれていたお分かりくださいましたろうか平馬はまだ息を弾ませながら牧野に過失はなかったのです過失どころか父親のために自分の名を葬ろうとしているのです与吉右衛門殿がその女に不憫をかけられた気持ちも世間には例の多いことで 声を大にして責めるほどの過ちではございますまいしかし与吉右衛門殿はあのようなご性格でそれをことごとく恥じておられた無論恥じておられたのは名分をもってのことでと都女に対しては実に汚れのない一筋の愛情を持っておられましたそれは一緒によく表れていると思いますそれで同性というのか 牧野の左遷をお取り消しください。大学はぎろりと目を光らせた事情がお分かりくだされば牧野を左遷する理由はありませんあれだけの男を金山役所へ追いやるのはお家のためにも喪失です辰之助が帰ると思うか静かな声だったが。 マは胸を打たれたように息を引いた大学は火おけの上で手をもみながら低い声で言った「辰之助を呼び戻すには地裁を明らかにしなければならぬぞそれでもよいか何かしかし何か方法がないあるなら申してみ 平馬はぎゅっと唇をかんだ。大学は軽くせきをしてから。槙野の身分でそばめの一人くらいこう産ませたとてそれほど恥ずべきことではないのは事実だ。けれど彼はそれを恥じたのだ。与吉右衛門はそういう男だった。 しかし辰之助の将来をたたきつぶしてまで隠しを仰せようとは思っていなかったはずですおそらくそうであろうただ辰之助は自らそれを望んだのだ今呼び戻されて帰るほどならその前に方法を考えぬ彼ではないそうするのが最善と見たからしたのだではこのまま黙って見ていろとおっしゃるのですか ヘマは袴をつかんでいった。あれほどの男をあらぬおめえにさらしたまま捨てておくのですか事情がすっかりわかってもごかろはそうしろとおっしゃるのですかおめえだと思うか、ヘい事情はおまえが知っている。わしも知っている。おそらくおまえの妹も知っているであろうが。 時が来れば珠玉は自ら光を放つぞ。大学はかすかに微笑みを浮かべていった。ただ一つお前のなすべきことがある。ほっお前の妹を辰之助にやれ。与吉右衛門も望んでいた。お前が言って死祭を放せばもういなとは言うまい。 ただし表向きには数年待つのだ。ご家老、追いつけましょうか。向こうは勝ちだ。おそらく厚みの宿に泊まっているだろう。これから馬で飛ばせば朝までには追いつける。イマは幹事として手をついた。お口添えだと申してよろしゅうございましょうか。 役に立てるがよいかたじけのうございますごめんよみがえったように立ったこれでいい国郎に司祭を通じておけばいずれは運の打開する時が来るであろうこうなれば一時も早く追いついて国房との婚約を承知させることだいやとでも言ってみろその時こそ と約して馬を引きながら門を出ると思いがけぬよさむのかぜのなかにこっさの待ちかねているすがたを見つけたこっさではないかどうしたのだ兄上様こっさは走りおってきて槙野様を追っていらっしゃいますのゆくともこれから夜道を飛ばしてお前の段を決めてくるんだでは これを小さはそう言いながら抱えていた枝付きの熟しを差し出したこれを牧野様に差し上げて「柿こんなものどうするんだ」差し上げてくださればわかりますのそれを見れば辰之助様の心に通ずる2人だけの言葉があるはずだ百選の文字よりも深く 自分の心を知ってもらえるはずなのだ。よし、預かった。必ず渡すぞ。お気をつけて。切符待ってろ。さらばだ。ヘイマは鞭を上げた。コフサは良風の中に遠ざかりゆくひずめの音を聞きながらいつまでも立ち尽くしていた。